どう落ちてかわかんないけど、あの初めしか働いてないの。皆さんこんばんは。先週本文長にゃダチヤさんのエイブリッジスターズがオープンしました。来たいなって、あのハリエツさん、もう待って、ちょっと名前出てこないハリエツさんが言ってたからできたってことやな。え、ハリエツさん、あ、キヌヨちゃんだ、キヌヨちゃんもう覚えられない針に引っ張られすぎないよね。あーたの名前はキヌヨ、あーたキヌヨね。いらっしゃい、手作りマッチョのお店エイブリッジスターズへようこそ。どうもハリエちゃん。待って、ヘルツどうしたんねえ、ヘルツから近、え、なんか住んでるさ、住人さ、ヘルツから近メール来てないやけど、メールっていうか手紙来てないやけど、良きライバルの番長、番長な、番長なんじゃなくてライバルな。なんかさ、ヘルツさ、めちゃくちゃムキムキとか筋トレやろうぜとか言ってるからさ、一見さ、なんか体育会系だと思うじゃん。はじめこいつ何になりたいんかなと思って調べたんよ、将来の夢何かなって。ヘルツの将来の夢な、バンドなんだからな。だから歌ってた、だからアイドルじゃなくてバンドの方やった、バンドのボーカルの方やった。ヘルツ、あいつ特技エアギターらしいからな。筋トレちゃうんか、エアギターって。うーギャギャ、ヘルツ来た。なんだそのヘルメットみたいな帽子、なんおい番長、あのさ番長、怖いな。ヘクヨイヘクション、なにゃ、よし、誰かがおいらのうわつ話をしてるみたいだな。はじめかな、はじめ、いや、なんでバレた。確かにはじめヘルツの将来のバンドマンらしいぜ、ウゲゲとか言って、あ、ちょっとはじめ悪いやつじゃん、陰であいつの目バンドマンなんだって、なんか見えねえよなとか言って笑って、はじめ悪いやつじゃん、ちょっと申し訳ない。くちゃみなリアクション教えてもらった、くちゃん。まあうちの最初のトーク聞いてたやろ、摩天楼の壁や、おいやめろはじめ入っていいと言ってない、何もボタン落ちてない、入っていいとか言ってない、ちょ待たれやお前。いきなりでびっくりしたか、ダメか、ダメだよ普通。いやいや、包めるな話よ、なんも言うな、入ってくるな勝手に。初動前中の前を取り掛かったんでついでに寄ってみたんだ、ダメか、ダメだよ、そんな中じゃねえから。うちだ、ちょ勘違いしないでもらっていい、あの勝手に部屋の中入っていいな、間柄の人とかじゃないから、それ家族ぐらいの中だから、奥まで入るのやめて、なんか不思議な壁だなみたいな感じで見るのやめて、初めも思ってるから。摩天楼の壁って何や、摩天楼の壁を見てる暇もないから、ちょっとあんたちょっとやめてや、ここが初めの部屋かとか思わないで、今あの実験途中なの。なんならちょっと待って、床も見てないかだ。うーん、いやお前がいるからできないやないかい、つわんな勝手に、本読むなまったりつるな人んちで勝手にゃ。カメラの角度悪いな、なんでこうなって、あ、ちょっと撮ってないだ、あとバカ急に立つのやめちゃ、そんな一瞬で本とか読めた。え、お前地心地よくてこのままじゃ動けなくなりそうだ、ここは切られて帰るとするよ、ダメか、うん、嵐のように座るな。うん、また集まるね。なんだ、おいら会長飛びちゃうのか。あ、じゃあリクエストに答えて、もうしばらくお邪魔しとくか、ダメか、ダメだよ、帰れよ、じゃないと模様替えできねえんだよ、空気読めよ、動け。え、帰らないの本当に。番長、部屋に植物なんて置いてるのか。いや、人の部屋のインテリアに立ちずつるな。
まあ意外とマメなとこあったんだな。知らなかったぞ、ダメか。じゃあそりゃお前の知らない初めの一面なんかいっぱいあるわ。人間いろんな面持ってるね。お茶とお菓子はお構いなくだぞ。でもどっちでもっていうならプロテインがいいな。ダメか、プロテインが家にあったことないわ。いつ買えんねん。この部屋に置いてあるモコモコナイトガウンって持ち帰って飾ってるのか。ちょっと置き場所がなくてね。いや、おいらもよく片付けられなくなってこうやって置いとくから、お前もその口なのかと思ってさ。ダメか、ふーん、ヘルツと言っちゃばなんか嫌。いつ帰る。おためが来たよ、とうとうと流れた。えっ、急に遊びに来るのってなんか親友みたいでいいよな。ダメか、もう親友なん。うちはいつ帰る。出かけるのか。なら俺も帰るぞ。今日は残業な。ダメか、おめえが帰らねえから、はじめが帰ろ。見送った。私たち上面力を当てればきっとドタケケライブの目標だって叶えられるはずでちゃ。番長さんだってそう思いますよね。あのね、そう思ってんの。全員で協力したら早いんじゃないかなっていうのはみんな思ってることなの。今やってるはじめも見てくれてる松組もみんな思ってるの。でもね、みんな思ってるのにどうしてかわかんないけど、あのはじめしか働いてないの。お前見てないよな。今の絶対見てないよな。お前、お前見てたら言うつらいからな。おい、そんなに俺らのことばっかり追かけるなよ。ダメ。いや、はじめがお前のこと追いかけてるわけじゃねえよ。おめえが勝手にうちの部屋に来たの。はじめは別にお前のこと追いかけてないの。なんでそういう勘違いができるの。お前ポジティブだな。お前ネガティブなのかポジティブなのかどっちかはっきりしろよ。お前はネガティブなんだろ。やめろ、そうやって急にポジティブ出してくんのは。まっちゃん、チョコ見えないから。チョコ見えない。もっと見えるとこ来て。見えないと怖いからね。見えるとこ来て、お願い。チョコ怖い。チョコの見えないとこ怖い。はっはー、むにゃはむにゃはむはむはむちゃはむちゃ、よっちよっちよっち。おお、タイミング、話しかけるタイミング間違ってる。話しかけるタイミング間違ってる。うーん、手すり近まえたー。むにゃちゃー。おい番長くん見てろ。タイミング間違ってる。タイミング間違ってた。今夜はおいらがお前の夢の中に出て先手を取ってやるから覚悟しとけよ。ダメか、はじめの夢に出てくるのはパッチだけなんで、すいませんね。しかもはじめの好きな曲じゃん、こりゃ。チュ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 なんて顔してんの。勝手に200ベドン、はじめのカップに100ベドン、はじめのカップに100ベドン、カップカップに100ベドン。いや雑談、雑談、雑談、いや雑談、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 なんだこのメロディ。